元 AKB48 の板野友美が、8月26日、初主演映画、のぞき目 DVD の発売記念イベントに出席した。同作は板野演じるテレビ局 AD が、怪死事件の取材中、誰かに覗かれる恐怖を描いた物語。ホラーが苦手と公言していた板野にとっては、ハードルの高いジャンルへの挑戦だった。撮影時の怖い体験を聞かれた板野は、撮影現場に行くのが最初は怖すぎて、フラッシュバックで、いろんな怖い顔が出てくる夢にうなされたため、ベッドに盛り塩をしておきましたと告白。スタッフとキャスト総出でお祓いを受け、ようやく収まったそうだ。AKB48 卒業後は、歌手を本業にしていますが、ヒットとは縁遠く、結果が出せないまま、軸はブレブレです。板野は、どうやら、女優業に足を締めたようで、次回作はラブコメをやってみたいと意欲的。役柄も、ぶりっ子から小悪魔までと懸命にアピールしていました芸能ライター。もっとも、この会見、板野の女優業本格挑戦と報じたマスコミは少なく、ほとんどが自宅での恐怖体験として、愛犬が、寝室の枕とシーツに粗相をしたのを知らずに、うっかり寝てしまい、おしっこまみれになったという話題を取り上げていた。板野が本業で注目されるのは、生半可な意気込みでは無理なようだ。